伏見天皇は日本の第九十二代天皇。忌名は広志人氏、五深草天皇の第二王子。母は左大臣党員実王の娘、五。日本史上随一の農書帝であり、書道の伏見院流の祖。様々な書風を使いこなし、新官様においては五代醐天皇と共に代表的存在であり、上代様においても三席の一人。 藤原皇帝以上の腕前を持っていたと評される。そのため、諸政とも呼ばれる。また、京国派の有力家人としても知られ、自転中の直線和歌集に、極用和歌集がある。自明院党の五深さ上皇の働きかけにより、賢治元年に、大覚寺等の亀山上皇の勇士となり、新王宣言、ついで豪田天皇の皇太子になる。公安十年。 後田天皇の上位により即位。これ以後、大覚寺党と寺明院党が交代で天皇を出す。時代がしばらく続くことになる。五不覚差上皇は二年余りで院政を停止したため、以後天皇申請が続く。昭和二年、自分の御子であるため人親王を交代子にしたため、大覚寺党との間の確執が強まる。昭王三年、宮中に、会。 現氏の朝原溜美義夫子が押し入り、伏見天皇暗殺未遂事件が起きた。この事件ははじめ北条氏による下月騒動に連座し、所領を没収されたことによる朝原の犯行かと思われたが、大覚寺統計の前三義三条、佐根森の関与が疑われ、それを受けて伏見天皇と関東文史次西恩寺高校は亀山法王が背後にいると主張した。 しかし、五覚草法王は、その主張を退りけた。また、亀山法王も幕府に事件には関与していない旨の起承文を送ったことで、幕府はそれ以上の捜査には深入りせず、三条佐盛も釈放された。知性注文罰貴族による政治の打破などに力を入れるが、幕府の干渉が強まると、永任六年、五伏見天皇に上位して、陰性を取り行った。 しかし、幕府による、両党鉄律の考えの下、と、田上皇の御子、国春新郎が立太子し、三年後の昭安三年には、大覚寺等の巻き返しにより、御伏見天皇は五二条天皇に上位した。両党鉄律の方針に従い、皇太子には伏見上皇の第四御子、婦人新郎が建てられた。延教元年、五二条天皇の崩御に伴い、 花園天皇の即位を実現し、再び陰性を敷いた。昭和2年に出家し、ご伏見上皇が陰性を引き継いだ。文法元年、法御、法三五5 3伏見天皇の新政、陰性時代は、寿命院等と大覚寺等が解決策を見つけられず、綱引きをしていた時代である。伏見天皇の政治は皮肉にも性的である、亀山上皇の政策を踏襲したものであり。 朝廷における訴訟機構の刷新や記録書の充実などにより政治的権威の回復に積極的に取り組んだ。また、皇位継承に介入する鎌倉幕府に対して強い不信感を持ち、在世中は倒幕格策の噂が立てられるほどであった。このため、伏見天皇の和歌の死で一番の側近であった京国ため金が二度も流刑となっているのは伏見天皇が 反爆不的な動きを取ったことに対する見せしめではないかという説も唱えられている。資本牧書伏見天皇新刊五岩門末尾。書生伏見天皇の作品の中でも白尾とされる。日本史上最高の能書帝とされ、大覚寺等の五代後醍醐天皇とともに、新刊様を代表するだけではなく、上代様など様々な書風を使いこなした。 多くの新刊が重要文化財に指定されている。歴史物語、マスカガミ、裏千鳥では、お手もい,いとめでたく、昔の高税大納言にもまさりたまえる、など時の人申し蹴り、優しゅうも強も欠かせおわしましけるとかやと、三席の藤原高税以上の書の腕前を持っていたと、評され、さらに様々な書風をこなしていたことがわかる。優しゅうも強もうもるんは、草書と、 会所も使い分けたという解釈や、城代様も、新刊様も使い分けた、などの解釈がある。富士見天皇の書を称える話は、小説物語下巻冒頭などにもある。書道士研究者の小松茂美は、天皇という範囲に限定せず、現代の書道士においても、歴朝随一というに幅からぬと評している。美術史、古文書研究者の羽田聡氏は、 魔法使いのような変幻自在ぶり、書生と評している。代表的作品は、上代様によって書かれた、資本牧書伏見天皇新刊五願文。室町時代の苦行、三条西兼高は、期待の広報と評し、羽田は、深い学識を豊かで流霊に表現した、名品中の名品と評している。その他の代表作には、昭和五年の願文や、築後切れなどがある。 巫女の尊厳法神脳が創始したお家流は、近世には、標準的諸風の一つとして広まった。退位後長く済んだ洛南の離宮伏見殿にちなみ、伏見委員と追合。また、伏見天皇法御の場でもある、寿命院殿とも称された。なお、寿命院殿は、寿命院等代々の戦闘御所であり、寿命院等の古障もそれに由来するとされているが、実際には、 室町院の遺産として、伏見城校が継承して、以来の御所である。中宮野の,の西恩寺章子は京国派を代表する大家人で、天智の北畑親子も直線州に53種が密集した有力家人である。深草北陵梁は、宮内庁により、京都府京都市伏見区深草坊を町にある深草北陵に事情されている。宮内庁上の形式は、法啓堂。 深草北領には、自明院東歴代が葬られており、深草十二帝領とも称される。また皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。AB 井上 1983, ピアニッシモ3843、井上 1983, ピアニッシモ4243、小松 2006,P185、新刊。 天皇の書2012、P89、ABC 新刊、天皇の書2012、P259、小松2006、ピアニッシモ、185、187、近藤聖一、代理と、隠語書、書集、近藤、鎌倉時代政治構造の研究 ISBN978 から4から 751746509Wikimedia、コモンズには、 不見天皇に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。